はい、ユーレックスです。さあ今日はですね、何をしていくかというと、まあ1ヶ月前にね、アロエの、同品種、3株を、それぞれね、違うね、3箇所で育てたらね、1ヶ月でどういった変化があるのかっていうね、チャレンジをしていきますということで、投稿していたんですけど、もうね1ヶ月、以上が経ったので、ぜひね、今日はこのね1ヶ月経ってからどんな変化があったのかっていうのをね、今日視聴者の皆さんに見ていただきたいと思っています。はい、まあ、ということでこの結果としてはね、いろいろなねその変化を見ていただくとともに、皆様のね、ご自宅お庭で育てたりとか室内で育てたりとか、いろいろなね、視聴者の皆さんも育てる環境が違うと思います。なのでそれぞれの皆さんの、ね、ご自宅の環境に近い、そういったところにね、育てた場合、アロエがねどんな変化が起こるのかっていうね、また比較とか、そういったね、なんか参考になれば嬉しいと思っております。はい、それではね、今日もレッツスタートです。はい、じゃあ早速なんですけど、まあね、まずそれぞれどういった場所にアロエが置いてあったのかっていうところをね、見ていただきたいと思います。はい、ということでね、まず1箇所目が我が家のね、一番東側に、ね、あるお部屋に、ここのね、窓辺のここのね、ちょっとしたここのスペース、まあ、いろいろなね、植物も今ちょっと置いておりますが、ここにね、一つアロエを置いておりました。まあ、環境としては、外にね、こういったヨシズが置いてあって、こういったね、ちょっともう半透明の、ガラス張りに置いております。でね、朝なので、やはりね、この東側なので、朝日がこうね、昇ってくるから、ね、ちょうど正午、12時頃になると、もうね、太陽は直接当たらない環境になっております。まあ、なので、本当にほぼね、半日陰みたいなところに置いてあるという環境になります。で、室内なので、もちろん風通しもなく、で、お水やりに関しては、だいたいですね、5日に1回程度あげているというペースであげておりました。はい、なので、この1ヶ月で今4回ほどお水やりをしてあげたという感じですね。じゃあ続いて。はい、じゃあ続いてがね、こちらがね、お外のね、先ほどの、東側のね、部屋のお外のところの、ね、ここのね、スペースのところに置いてありました。まあ、ここはね、本当にね、無遮光の、ぐらいなんですけど、まあね、朝からずっとお昼、ね、2時3時ぐらいまでは直射日光が当たっているという環境に、一株置いておりました。はい、そしてね、最後がこちらのね、お庭の南側のね、スペースの、こういったね、ちょっと棚の上に置いてあるスペースです。環境としては、はい、上にね、こういった遮光ネット、今お昼がね、ちょうど2時頃ですが、こういった感じのね、遮光してある、この環境に、ね、はい、ここのね、スペースに置いてありました。で、ね、お庭に置いてある、先ほどの遮光と、この、ね、遮光してあるところと、無遮光の環境に関しては、お水やりはね、大体さ、3日から4日に1回あげておりました。まあ、なので、この1ヶ月で大体ね、7回から8回ぐらい、お水やりをしてあげているという環境になっています。はい、じゃあまず早速ね、1個目がね、先ほどの東側のね、室内で育てた、ね、こちらの株になります。はい、ね、前回1ヶ月前のね、写真をねちょっと出していますが、比較していくとまず大きく違うのがですね、このね、この葉っぱのね、この節の部分がね、ピンク色、していました、全体的にね。でも太陽が当たらずにね、まあ、半日陰みたいなところにね、育てていたので、このようにね、色素が抜けました。で、もう本当にね、アップするとこういった感じでちょっと、まあ、白っぽいような黄色っぽいような色になったという感じです。まあ、若干まだね、このようにちょっとここの部分は残ってる部分はあるんですが、まあ、全体的にはね、かなり、色素が抜けているというイメージです。はい、なのでちょっとね、まあ、少しこういったかき粉の部分とかもちょっとまだね、大きさ的にはちょっとまだ徒長気味なのかなというイメージですね。横から見ても、以前1ヶ月前はね、縦に伸びていたのがちょっと横に伸びつつあるなというのと、ちょっとね、葉先の部分とかもちょっとグッと伸びてたりとか、やはりね、まあ、室内で育てていると、まあ、一番大きくは、まあ、色素が抜けているという部分と、まあね、こういった感じでちょっとね、葉っぱの、形状も変わりましたね。縦で伸びていたのが横に並びになったというイメージです。
はい、じゃあそして続いてがこちらがね、無遮光の、ね、環境で育てていた株になります。はい、まあ、なのでね、すごく、ずっと直射日光ガンガンに当たっているので、さっきの室内のね株と比べるとかなりこの節の部分とかっていうのはすごくね、こういった赤い部分がすごくね濃くなっていますね。はい、まあ、なのでこういったね、まあ、今回このマーブルピンク交配種ですが、こういった系統はね、太陽にしっかり当ててあげるとこういった感じですごく、色素が色が濃くなるというところもわかりますし、株のねこのちょっと、緑色のこのクロロフィルの部分も少しね先ほどの時よりも濃くなっているのがわかりますね。まあ、全体的にやはりね1ヶ月前の写真と比べてもやっぱり大きな変化しているのはこういった色の変化っていうのがわかります。ただね、まあ、しっかりと、ね、太陽光に当たっているという意味では、まあね、徒長というところもないです。で、お水やりもね、しっかり、3日から4日に1回与えているので、あまりね、葉先が枯れてたりとか、そういったところもないです。まあ、ただね、ちょっとこの緑の部分のね、真ん中のこういった部分とかが、ちょっとね、色素がちょっとあまり綺麗な色ではないので、やはりもう少しだけね、環境下としては、直射日光を受ける時間を少し少なくするとか、まあ、ちょっとやっぱりちょっと遮光をしてあげたりするのがいいのかなっていう印象を持ちました。はい、で今回一番最後が、まあね、お外の遮光してある、エリアに置いていたアロエになります。まあ、こちらがね、まず、先ほどと同じような節の部分っていうのは、まあね、ほんと先ほどの2株と比べると、まあ、一番、まあ、ちょうどいいぐらいの間ぐらいの色合いをしていますよね。まあ、なので濃くもなく薄くもなくというイメージです。はい、で、株全体の色としてもこういった感じですね。緑が少しちょっと濃いイメージを持っています。はい、で横から見た感じこういった感じですね。はい、まあ、やはりね、遮光してあってお外でお水も同じように3日から4日、与えていたということになるので、まあね、こういった感じでね、大きく、3つの違いが今回ね出ましたね。はい、ということでね、今回ねこういった感じで、3株、ね、皆さん見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。本当にね、それぞれの環境がね大きく違うので、もう一回改めてねちょっと順番に言うと、ここがね室内のもうほぼ半日陰みたいなところで、こちらがね、遮光してあるお外のエリアですね。で一番最後こちらが、無遮光ですね、完全に遮光のない直射日光が当たっている環境下で育てた。もうそれぞれ本当に3つ特徴的で色が違いますよね。なんで皆さんもね、育てているから、ベランダで育てている方、室内で育てている方っていうのは、それぞれこういったね、色の変化とか、特にこういう交配種とかはね、こういった色の変化ですごくわかりやすいので、まあね、こういった、色合いを見ながら、ちょっとこの動画を参考にしながら、太陽の当たる時間とか、またね、お水やりをあげるペースとかっていうのをね、皆さん何か参考になっていただけたら嬉しいと思っています。はい、ということでね、今回皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回はね、このね、約1ヶ月チャレンジでした。で、実は、まだね、これから、同じような環境で、まだね、秋まで、まあ、なんで、11月ぐらいまで、この3株育ててみたいと思います。なんで、今から、8、9、10、11、まあ、約4ヶ月ですよね。約4ヶ月間またさらにプラスして、育ててると、まあ、どういった変化があるのか。ね、やっぱ4ヶ月も経つと、もうね、成長期、ずっとね、サイクルとしてあるので、株の大きさもそれぞれ違ってくると思うし、先ほどのこの動画でも言った、この色合いとかもまた変わってくると思います。まあ、なので、ね、またね、4ヶ月後、またね、この企画でまたお会いしましょう。はい、そしてね、まだこのユーレックスプランツスタイルのチャンネルをね、まだチャンネル登録していない方でね、ぜひ、チャンネル登録をして、この4ヶ月後、またね、お楽しみください。で、この企画に、以外にもね、まだまだ他にもね、このアロエをでね、主にした、この企画っていうのをいろいろチャレンジしているので、またぜひそちらもチェックしてみてください。はい。それではね、今日もこの動画良かったなと思った方、チャンネル登録と、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。